限定受信システム。限定受信システムは、デジタル放送のコンテンツ管理方法の一つ。コンディショナルアクセスシステム、CAS とも言う。CAS プラットフォームは、暗号化技術により、契約者以外の視聴を防止する、サーバー型放送の核となる、アクセスコントロール技術でもある。地上波、BS110 度 CS 放送の CAS として、 マルチに暗号を使用した BCAS が使用されている。日本におけるデジタル化、ケーブルテレビ、デジタルケーブルテレビの CAS としては C、CAS、ケーブルキャスがある。デジタルケーブルテレビの視聴、B、CAS カードの対象となる BS デジタル放送、地上デジタル放送及び110度 CS デジタル放送の再送信を除くには C、 CAS カードが使用される。C, CAS カードは IC カードであり、チューナー、セットトップボックスに挿入すると番組サービスを視聴できる仕組みになっている。また、PPV に対応しているシステムでは CCAS により課金管理も行われている。また、CCAS によりコピー制御、コピーワンストを行っているシステムでは BCAS と同様に その放送の録画に対して、コピー制御により、様々な制限がかかる場合がある。BCAS の項、DVD レコーダー DVD レコーダーと、コピー制御の関係の項などを参照。C、CAS カードの運用業務は、有限責任中間法人日本ケーブルキャスセンター、旧社団法人日本ケーブルテレビ連盟日本、ケーブルラボケーブルキャス協議会が行っている。 CCAS には、松下 CATV 限定受信方式、松下電気産業、関は、ナビ方式、パイオニア、日立方式、日立製作所の3種があり、メーカー間での互換性確保が課題になっている。なお、BCAS と CCAS は直接の関連性はなく、デジタルケーブルテレビにおいて、再送信される各種デジタル放送の視聴には、B、 CAS カードが別途必要である。また、当該デジタル放送のチューナーとして、一般市販のパススルー方式のものでなく、ケーブルテレビ提供のものを使用する場合においては、B、CAS カードも、一般のカードではなく、デジタルケーブルテレ専用の B、CAS カードが使われる。統合デジタル CATV システムでは、デジタルケーブルテレビ専用の B、CAS カード及び、 C.CAS カードの2枚の CAS カードを使用するものが多い。スカパー。プレミアムサービスのサービスでも視聴制御用に IC カードが使われ、スカイパーフェクトカード、またはパーフェクトカードがあったが、現在の名称はスカパー。IC カード。ペーパービューの視聴制御にも使われる。パソコンにチューナー機能を装備して、 地上デジタルテレビジョン放送を受信する場合の限定受信システムについては以下のような諸事情がある。近年、ブロードバンドの普及や映像圧縮技術の進歩により、テレビ視聴、録画機能を持ったパソコンで録画した映像がインターネットで不法に送信されることが増えたことから、これを防止する理由で日本においては受信機器にコピーワンス規制と B、 CAS カードによる認証が導入された。これにより、地上デジタルテレビジョン放送の視聴や録画、再生には機器に添付される B、CAS カードを機器にセットして認証を行う必要があり、さらに録画した内容は、ムーブと呼ばれる移動未可能で、複数の外部メディアへの書き込みを抑制する仕組みとなっている。これに加え、これらを徹底する趣旨から、 PCI や USB、DVI 等、ユーザーがアクセスできる、汎用バスやインターフェースを、平分の映像データが通過しないことも B、CAS カード発行の条件としている。ただし、これまで、オープンアーキテクチャの下で進化してきたインターフェースや、アーキテクチャが基本となっているパソコンで実現するには、これらの根本的な変革が必要であるため、 2005年12月31日までの経過措置として解像度を SD 相当に制限しスクランブルをかけて録画されたパソコンあるいは拡張ボード以外で再生できないように認証するという条件付けで平文映像データが汎用バスを通過する機器にも B、CAS カードを発行しておりこれに対応した機器が国内メーカーより販売されている。しかし 日本国外を中心としたパソコンを構成する各コンポーネントを製造している企業にとっては以下の理由から B、CAS カード対応には消極的な姿勢をとっている。また、パソコン上に著作権保護機能ハードウェアを実装するとしてもパソコン市場において独占力を持つマイクロソフトの提唱する NGSCB やインテルの提唱するラグランドとなる可能が高いが、 アメリカを中心として消費者の反発が根強い上に、まだ技術面でも未確定要素が多く、仮に実現したとしても数年先であり、これらが B.CAS カード発行の条件を満たすか否かは不透明ある。このため、日本独自仕様の GPU や CPU、OS、インターフェースを開発すれば、理論上は B.CAS カード対応を実現できないことはないが、 あまりにも莫大なコストがかかること、また B、CAS カードに対応することは、日本市場でパソコン自体を販売するための必須項目ではなく、あくまでもパソコンに、地上デジタルテレビジョン放送受信、録画機能を搭載するためのものであ、またパソコンには、テレビの視聴や録画以外にも様々な用途がある。ことから、多くのパソコン関連メーカーは、莫大なコストをかけて、B、 CAS カードに対応するよりも、地上デジタルテレビジョン放送対応しないという選択をすることが一部で予想されていた。それにより、日本においては前日の経過措置が終了するとともに、地上デジタルテレビジョン放送視聴や、録画機能を持ったパソコンや、その機能を実現するための拡張カードは、事実上姿を消すことも部では予想されていた。しかし、 結局2005年頃より、富士通、NEC、日立製作所、東芝は、それぞれ独自開発による B、CAS カード対応パソコンを販売するようになった。富士通から技術供与を受けた、ピクセラ製モジュールを搭載することで、シャープ、ソニーからも同様のパソコンが相次いで発売された。これらはいずれも、何らかの専用ハードウェアを、 追加搭載することで B-CAS カードに対応したものであり2006年現在では日本国外系 PC ベンダからは対応製品の発売は行われていないまた本体とディスプレイを一体化して接続ケーブルやインターフェースを配するという手法も一部で採用されているこのような状況についてテレビ受像機や BD レコーダー DVD レコーダー HDD レコーダー、セットトップボックス、家庭用ゲーム機など家電機器を家庭の AV や情報の中心にすることを志向する本メーカーは、おおむね正観の構えである。一方、パソコンを中心とすることを目指す日本国外、IT 系企業、特にマイクロソフトは、不明瞭な認証プロセス、標準化機構が複数閉存などと具体事例を挙げて示談している。 2008年から d a p a が PC 用デジタル放送チューナのガイドライン、外部リンク参照を策定したことに伴い、ピクセラや Io データなどいくつかのメーカーから地上デジタルテレビジョン放送の受信に対応した単体のチューナーモジュールが発売された。しかし、このガイドラインはチューナーモジュールと受信した信号を処理するその他のハードウェア、ビデオカード等や、 アプリケーションソフトウェアが別個に製造されることを想定したのではなく既存のコンテンツ保護規定で単体のチューナーモジュールもカバーするためにチューナーモジュールとそれを装着したパソコン及びその上で動くアプリケーションソフトウェアが論理的に緊密に一体となった受信機として動作するものでなければならないというものであるこのため録画したコンテンツはその録画に使用した チューナーモジュールとパソコンの組みでないと再生できない。パソコンはパーツごとの交換が可能なため何をもって、録画した時と同じパソンとするかの基準が不明確である。録画したファイルを異なるハードディスクドライブに移動すると再生できない等の制限があり、パーツを交換することが少なくない自作。パソコンユーザーにとっては、あまり嬉しくないものとなってしまっている。なお、現時点では、 デジタル音声出力 5.1CH サラウンドに期待うな製品が多い。2010年代に入ると、ブロードバンド接続の普及や、動画投稿サイトが市民権を得たことを背景に、映像コンテンツのネット配信サービスが普及したことから、パソコンでテレビ番組を視聴あるいは録画するニーズは減少傾向にあり、テレビ受信機能を搭載しないパソコンが増加している。 1>, 1セグメント放送、1セグにおける限定受信システムについては2010年現在、アリブ運用規定により B、CAS カードは不要となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。